どうもこんにちは。新しい設備が増えました。溶接機やバンド層でおなじみの鈴キットさんからご提供いただきました。ありがとうございます。今回送っていただいたのはプラズマカッターです。これね、めちゃくちゃ欲しかったんですよ。これがあると金属加工の幅が一気に広がるので、大活躍してくれること間違いなしです。今回紹介するのはエスパーダ40っていうモデルになります。これが100、200兼用のプラズマカッターです。ちなみにプラズマカッターっていうのは、電気の力で金属を溶かして切断していくっていう切断機になります。ガスよりも綺麗に切れるので、細かいものを作ったり切ったりする分には非常に使い勝手のいいカッターとなってます。はい、そして本体の方なんですけど、これでね、全てです。この素晴らしいのがこの側面が開きます。で、この中にトーチで、上に電源コード、こう本体の中に全て収納できるようになっているので、持ち運びもしやすいし、まあ、僕はね、持ち運ばないですけど、しまっておくときにね、非常に収納しやすいです。こういうのね、僕好きなんですよそして本体外観の方は、正面がいろんな操作パネルですね。まあ、オンオフと、あと電圧調整用のダイヤルです。あとこっちはエアーの圧力、電気で溶かしてエアーで飛ばして切っていくっていう機械なので、ここでエアーの圧力を調整します。で、あとはトーチとアースをつなぐっていう、それだけですね。背面はエアーチャックがあります。で、スペックとしてはこんな感じですね。100、200、50、60Hz 兼用です。それで単装200もこの間工事して引いてもらったので、100、200両方試して切っていきたいと思います。まずは端材のシーチャン、板厚が 1.6mm、 これをカットしてみたいと思います。練習ですね。はい、今一発試しに切ってみました。ちょっとね、動かすスピードが速かったかな。でも非常に綺麗に切れてます。次はもうちょっとゆっくり行ってみたいと思います。もうちょっと練習してから、ちょっと次分厚いやつ行ってみたいと思います。はい、今 3mm の島交換切ってみました。一応 100V では4mm が最大となってます。なので島交換のこの盛り上がりの部分を含めると、まあ、4mm の部分もあるって感じですね。で、切った感じ、かなりゆっくりやらないといけないので、やっぱまあちょっとしんどいなって感じはしますが、切断は可能です。ガイドをきちんと固定すれば、もっとバシッとまっすぐは切れます。今ちょっと半分フリーハンドみたいな感じなので、ぐにゃぐにゃっとしてますが、切断面としてはこんな感じです。次、薄板いってみます。はい、これが 1mm の鉄板なんですけど、薄いとやっぱもう楽勝ですね。非常に綺麗に気持ちよく切れます。切断面も綺麗です。裏側ちょっと溶けたやつが残るんですけど、グラインダーでさっとさらえる程度です。非常に楽に切断ができます。はい、今設定とかちょっと練習してね、やってみたんですけど、全然めちゃめちゃ早く動かして大丈夫でした。で、早く動かすとめちゃくちゃ綺麗に切れます。映るかな。一番最初に練習でやった時は結構ドロドロっと裏に溶けたのが残ったんですけど、適切なスピードでやるとこんな感じでめちゃめちゃ綺麗に切れます。しかも早い、グラインダーで切るより早いですよこれ。あとは鉄板をこういうくり抜きができます。まあ、今回これ適当に四角ですけど、丸でも星型でも自由にくり抜けます。
これは金属加工の幅がめちゃめちゃ広がります。こういうくり抜きが簡単にできるので、これはね非常に便利です。次は200ボルトにつなぎ替えてやってみます。さあ200ボルトに切り替えました。200にするとやっぱ勢いすごいな。やば。はい、今単装200に切り替えてやってみたんですけど、めちゃくちゃやばいっすね。ものすごい勢いでサクサク切れます。で、切り口がめちゃくちゃ綺麗。伝わるかな、この綺麗さ。これはやばいっすね。ちょっと次、さっきしんどかった 3mm の鉄板行ってみます。楽しい。200にすると、島鋼板なんで厚みにちょっとばらつきがあって切りにくいんですけど、このぐらいもっと多分綺麗に切れると思います。これはちょっと僕の技術的な問題で、すごいな。グラインダーでこれまっすぐ切ろうと思うともうちょっと時間かかるし、まあ、まっすぐ切るの難しいと思うんですけど、これだったら一瞬で切れるし、こういうガイド当ててればね、それに沿ってまっすぐ切れるので、いろいろな金属の加工精度が上がります。くり抜きとか、丸とかね、そういうのもくり抜けるんで、すごい自由度が上がります。はい、最大板厚の 10mm まで切ってみたいんですけど、残念ながらここにそんな分厚い鉄板がないので、マックス 3mm で切断したんですけど、まあ、100V でも 3mm 切れます。最大板厚 4mm なんですけど、 100V だとでも切れます。で、200にするとスパーッと切れますね。で、 1mm とかの薄板はもうめちゃくちゃ楽にサクサク切れます。すごいプラズマカッター。今まで鉄板切るってなると、グラインダー、エアソー、まあ、そのぐらいしかなかったんですけど、これがあるとグラインダーやエアソーではできない形っていうのも切断可能なので、これは多分今後のものづくりで非常に活躍すると思います。それでパイロットアーク機能っていう機能がついてて、初心者でもスタートが非常に楽になってます。僕もプラズマカッターは初心者なんですけど、全然難なく使えました。単純なまっすぐな切断でもグラインダーより早く切れるので、こっちで切った方が楽ですね。プラズマカッターはめちゃくちゃ加工の幅が広がると思います。あと何より楽しいですもうほんとサク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 鉄板切れるんで、めちゃくちゃ楽しいですね。で、一応こうアーク、溶接と同じようなこう光が出るので、遮光面をかぶってやった方がいいですね。はい、楽しくていろいろ切りまくった結果なんですけど、めちゃくちゃスパスパ切れるので楽しくて切りまくりました。 3mm の鉄板とかにこういう小さい穴とかも切れますし、フリーハンドですけどこういうくり抜きとかもできます。もう楽しくてね、じゃんじゃん切ってしまいました。はい、というわけでスパーダ40の紹介でした。で、残念ながらここに、材料がなくて切れなかったんですけど、ステンレスやアルミも切断可能です。なのでもう本当にね、金属加工の幅がめちゃくちゃ広がります。 100V、200V 兼用なので、 DIY で使う、プライベーターや仕事で使うプロの方でも全然使える機械となってます。このプラズマカッターを活用して今後いろいろなものづくりに生かしていきたいと思います。
はい、というわけで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。